ఈ 時時刻は夜8時を回りました日曜日の憂鬱の時間です。日日曜のの憂鬱の時間ですえ番組パーソナリティカットしない美容師、仲間君宏と争わない弁護士、工藤敦子です。今日もよろしくお願いいたします。この番組は、えー、日曜日の憂鬱な気分を希望に変える内容となっております。最後までご視聴よろしくお願いいたします。えまた番組ではメッセージを募集しています。 えー、メールアドレス宛先は、アテサッは 797-FMGNO1。com。97-FMGNO1。com までお願いします、えー YouTube でも。YouTube でも同時に配信をしています。えー、YouTube から、えー、FMGNO1、えー、日曜日の憂鬱を検索していただけると、えー、ご視聴できますので、こちらも合わせてお願いします。お願いします。はい。2>, はい、2月12日ですね。12日ですね。2月の半ばですね。はい えー、もう少しでバレンタインデーということでバレンタインですねはいね<ー> <laughs> どうなんですかね <laughs> バレンタインデー <laughs> ねえ、ね、今どこですかねそうですね、うん、まあ大体ここで話題になるのはギリチョコ問題っていうところ <laughs> わかります職場のねギリチョコ問題すね <laughs> 今年はしかも <laughs> 火曜日だから平日なんで逃れられないギリチョコ問題ですね。うんうん、多分あの女性のオ、OK、ーが多分日曜日になったらラッキーと思うで。<laughs> なるほどですね。はい、でももうギリチョコ。そうです、ね、ギリチョコ。でもね、普段お世話になってる人に。 お返しできるチャンスではあるので。おそうなんですね。でもだ、た多分男性は、でもギリチョコであっても何であっても、た勘違いをするんですよ。おお、嬉しいですか。嬉しいっていうか、まあそうですね。ちょっとこう、ありますよね、何か。うん、うん、うん。おー、え、あったほうがいいですかないほうがいいですかいや。 あった方がいい、ない方がいいっていうか、あるんだったらある、ないんだったらないにした方がいいと思います。<laughs> あの、あるかないかが分かんないのは嫌ですね。<laughs> まあ、たぶん何でもやっぱり期待持たせといてないっていうのは <laughs> 一番やっぱダメだしいはいはいはい。だ <laughs> からもうなくて、<laughs> さらっとなくていいと思います。なるほど。じゃあもう、もう今はなんか結構コンプライアンスもいろいろあるじゃないですか、もう。もなんか、やったやってないとかあるんで。 もうなんかその辺はドライでやれないやらないのも優しさだと思います。あげないのも。<laughs> じゃあ、あれですかね。もう職場でバレンタインはやりませんよっていうのを告知しておくっていうのがいいんですかね。はい、そうですね。まあ、それかもう職場のルールとしそうです、ね、そのルールでもう決めちゃえばいいんです。あ、うん、げちゃいけませんっていう。禁止ですっていうふうにしちゃえば。うん、うん 逆に言うと、それでもあげる人っていうのは、多分本当に好意がある人じゃないですかね。そうですね。はいはい。だと思います。おなるほど。ここで楽しむ方があの、本当の勝負のような気がしていいと思います。<おー> <laughs> なるほどですね。<laughs> あの、逆にもらっても返すのも大変じゃないですか。それはそれで。 ああ、お返しね、すごいね、考えることは考えてくれちゃいますもんね。そうなんですよね、すごい。なんか本当に考えますよね。<laughs> もっといいやつあげなきゃいけないとかいろいろ考えちゃうんで。ああ、それも確かに。ない方がいいと思います。なるほどですね。まあ確かにね。はい。うん。いいと思います。私、あの、まあね、普段はあげる側なんですけど、 あのー、今の事務所ね、事務局がくれたりするんですよね。ああ、はいはいはい。あそう、男性だと思うんですよね。男性、男性がじゃない私に。ああ<ー>。そうそうそう。弁護士全員にくれたりするんですよね。なんか、初めてだ、そういう経験はって思いました。うんなので、じゃあホワイトデーにお返ししなきゃっていうので。<laughs> そうですね、でも本当は本来の目的ってああ日本だと女性が男性にですけどもともとアメリカで始まったバレンタインデーは男女関係なく行くのがしきたりというかはい。まあそうですよね。うんまあ、<laughs> まあ、だからホワイトデーっていうのはアメリカにはないじゃないですか日本独自の。あ でもその日本独自のホワイトデーから発展して、韓国が4月14日ブラックデーってあるとしてますブラックデー知,知らないです。なんか、ホワイトデーもバレンタインデーももらわなかった男女が集まって、プルコギを食べる。<laughs> そうなんですか。嘘か本当はわか,かはわかんないんで、それちょっとグーグル先生に <laughs> ググってもらって。はいはいはい。面白いですね。<laughs> はい、プルコギを食べる。<laughs> プルコギね、ちょっとプルコギいいな、お腹空いてきました。らプルコギを食べる。<laughs> プルコギ食べに行くないいですね。<laughs> へえ面白い、はい。<laughs> じゃあ、ここで一曲聴いていただきます。夏川りみさんで、なだそうそうです。はい。ということで,です、ね、はい、今日話題は何でしょうか、うん、今日話題は、うん そうですね。なんかもともと私があのゲストさんいないとき、手相をしてたりしますけど、はい、手相も結局あれって統計学ですよね。統計学ですね。ね、なんかこういう手相を持ってる人はこういう風に、こういう人生だったっていうのを、あの、あれですよね、記録して追っていって脱出してるっていうので、うん、なんか結構そういう占いも、 別にそのスピリチュアル的なことじゃなくって、はい。まあ本当、統計学ですねです。ですよね。何かに基づいてるっていうお話だったりしますよね。うん、そうですね。うんうんうん。えー、ね、中間さん、実は動物占いのスペシャリストなんですよね。まあそうですね。個性学ですけど、はい。まあその資格はちょっと持ってるのであれですけど、動物占いもたどると、はい シチュー水眠というとこから来てるんで、シチューというのも、大本は真の始皇帝がまずあの統計学を10年にわたって取らせたっていう、そこから始まってるんで、中国では帝王学って言ってるんですけど、そ、うん、こっからいろいろ生まれたってことですね。帝王切開とかもそういう言葉から来てたり、あと、まあ、女性の月経とかもそういう言葉から来てたりとか。動物のはその それを面白おかしくしたっていう。わかりやすくしたってことですね。でも本当はめちゃめちゃ動物らないもあの結構奥が深くて。うん、はい。あの、実は3分類っていう大,大枠、ムーン、アース、サンっていうのに分かれるんですけど、その後、はい、もうちょっと細かく、中ぐらいの細かくで十二分類ですね。あるんで,、うん、で一般的に知られてるのがその十二分類って言われる、えっと、ムーンでいう黒ひ羊。 あと、狸、小鹿。これがムーンっていう。はいはい。人を軸に。相手の目線を、目線というか気持ちを軸に動く人たちですね。はいはいはい。の二分類目にあるのがアース。アースっていう、まあ、あの、自分軸の人たち。自分を中心に動いてる。あの、虎、コアラ。うんうん。うん、えー、虎、コアラ、猿。うん。あと、オオカミか。はいはいはい。このよ4パターン。 最後が、ファンっていう、あの、天才型って言われる、あの、自分の気分次第で動く人たちですね。はいはいはい。手がさすえー、ライオン、チーター。そしてもう一個何でしたっけえっと、チーター。コアラいや、コアラじゃないです。えっと、チーター。ゾウ、ゾウです、ゾウ。そう、ゾウ。あれですよね、なんか。 ひらがなとカタカナと漢字でなんか分けてるんですそうですねあの。ムーンがひらがなですね。ひらがなで書くのがム,ムーン。ムーンの人たちは羊だったら羊っていうのを書、うんはい、くのが羊、タヌキ、小鹿、黒ひょうか。で、そうなんです。全部ひらがなで書くんです。うん、ただ黒ひょうだけはあの、ふとしたときにアースに傾くときがあるんですね。だから黒ひょうの黒だけは漢字っていう。面白い。 で、3っていう、あ、3じゃなくて、アースっていう自分軸の人たちはみんな漢字なんですよ。はい,はいはい。これが響くっていう、響くんですね。その、ひらがな。うん、あの、ムーンはひらがな。アースは漢字。だから、コアラも漢字で書くと、うん、コモリグマって書くんですよ。うん、ここココモリグマって書いて、コアラって言うんです。はいはいはい。これを、えっ、ー、と、なんですかね。コアラとか、なんかあのか、カタカナで書くのは、ちょっと動物のライ的には、あの、ちょっと、 あの違うなっていう,うんとこですで。あとはその3っていう天才思考の,あの 4, 4分類が全部カタカナですね。ペガサス、チーター、ゾウ、ライオン。で、それを細かく言うと、さらに60分類あるんですよ。羊の種類あったり。はい。はい。ちなみに僕はあれですね、粘り強い羊なんで。はいはい。そうなんです。 この粘り強い羊ってめちゃくちゃ粘り強くて、うん、本当に粘り強い羊の人って一番最後まで残るんですよ。大体その組織にいたら。何か、うん、例えば、えっと、会社に同時に新入社員で入るじゃないですか。はいはい。大体最後に残るのはこの粘り強い羊っていうか、まあ、あの、えー、根性、あの、なんていうんですかね、えっと、長続きするとか、なんかそういうこう長所もあるんですけど、あの、悪く言うと、あの、諦めがわ悪いっていうか。 うん、はい、なかなか決断できないとか。まあ羊の特徴なんですけど、そういう人に置かれないと、うんなんかこう決断できないとか。うん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 。へぇあるんです。いろいろ。えー、それを、えっ、ー、と、四四四えっ、ー、と、四種類。十二分類を四足すと六十種類になるんね。ねそれ一つ一つにちょっと特徴があって。うん。そこに、はい。えっ、ー、と、そのレールとか。 あとはリズムが入って、レールが入って、で、その4分類も実は1人の人の中に4つあるんですよね。うん。はい。はっていう、ちょっと奥が深いっていうか、掘っていくと掘っていくだけ、はい、あるんです。だから、例えば、じゃあ粘り強い羊だからっていうのは、うんまあ、その羊の粘り強い羊の特徴っていうのは、 あのその粘り強いと羊っていうのはまた別なんです。粘り強いっていうのがリズムっていうところに入ってて。ああ<ー>。それをただ粘り強いってつけてるだけで、本当はいいプラスっていうんですけど、えー、アースプラスって言って、アースマイナスもあるんですよ。いいマイナスっていうのがあって。うんうんうん。なるほどですね。そこまではね、生年月日からネットでもすぐ見れますよね。見れますね。はい。ただこれ結構深く知るとめちゃくちゃ面白くて、うんうん、あの、 なんかちょっと勉強したての頃とか、ちょっと知識が入りたての頃って、うん、あの職場に20人ぐらい美容師がい,いた時があったんですよね。で、はい、その時の、一応ちょうど一番蝶をやってた時があって、はい、もうみんなあの動物にしか見,、ね、見えないです <laughs> <laughs> そのみんな動物に例えてっていうワークがあるんですけど、そのあの資格を取るときに。はいはい、みんな動物にしか見えなくて。 <で>うん、結構ウケるのが、チーターが一番最初に電話に反応するっていう、なんかこう、あ,あるんですよ。そしたら、本当にチーターって電話に一番最初に走っていくんですよ。<laughs> 面白くて。面白い。えー、で、た時は電話の前で電話が鳴るのを待ってるっていう。かわいい。で、羊はどこでもついていくっていう <laughs>。へえ、ー。そうなんですね。<laughs> で、たまにペガサスは羽がこう、羽を閉まってるときがあるんですね。羽を開いたときに飛び出すんですよ、はい、ペガサスって。はいはい、でも本当、落ちたときに半端じゃないんで、はい、もう羽閉じたときはもうヤギにしか見えないです、ペガサス <laughs> そうそう、ペガサスはあのその動物内の十二分類の中で唯一あの架空の動物なんで、そうなんです。確かに。面白いですよ、かなり。 あと、えー、ゾウさんは隣の人の話は聞かないんだけど、10個先の話は聞いてるとか、あの耳が。耳が、あ、耳が大きいから。ほんとすごいぞ。で、怒らせると、すごい温厚なんですけど、怒らせるとめちゃめちゃ怖いっていうゾウさん。へ、うんえー、まさにゾウさんですね。ゾウさん怒らせるとめちゃくちゃ怖いんで、こう、えー、怒らせちゃいけないっていうね。 ええー、面白い。はい、であと、トラーさん。あつこさんはトラーですよね。パワフルな私、パワフルなトラーです。は,ですはい。トラーはちゃんと時間設定をしてあげないといけないですよ。<laughs> まあ、だから最初に、えっ、ー、と、この、あれなんですね、この動物ライの講座があるときに。 まず、虎、はい、の人、今日は1時35分に終わりますって言う <laughs> <laughs> トラ虎にまず、ちゃんと虎は全体像をちゃんと把握しておかないといない、はい、計画的に動くのが虎っていう、虎の特徴なんです。へえー。だからそういう、例えば、その、計画とか、んですか、時間にきっちりっていうのを、ちゃんと計画書を立てさせるのは虎、はい、が一番向いてるんですよ。へえー。情報収集は羊。はいうん で、一番最初にバンって行かせるのはチーターかサルかですね。チータがサルか、えーか、あと黒ヒョウか。おお、足速い感じですね。はいお<ー>足が速い動物がそのちょうど3分類の中に 1, 人あの1動物ずついるんで。なるほどで。黒ヒョウは特に。 足が速いとかじゃなくて、もうとにかく一番最初嫌なすよ嫌なんですよ。お客さん面白くて、<laughs> 黒ひの人って、なんか道案内してる人より先に行っちゃうっていう、道案内されてるのか <laughs> はいはい,はい、はい、あ、そういう感じですね。<laughs> で、こうやって自分が先に行きながら、こうちょっとちらっと行ってこう、こうやって待ってるみたいなこれ黒ひの特徴です。<laughs> 最先端っていう、あの。面白い。じゃあ、ちょっと行動を見てたら予想がつきますね。 おもしろいです。これを知って、なんか人を見てるのめちゃくちゃ面白く感じるし、なんか、なんですかね、ストレスがなくなります。ああ、もうそういう動物なんですもんね。そうなんです、そうもう動物と割ありきればいいんで。へえ、面白い。じゃ本当にあの動物は特徴を捉えてるんですね。あ、そうです、そうです。あの、これを、その、<ー>そう、最初は本当、個性学というとこか来てるんで、はい。いろいろ、なんか中国の読み方でいろいろあって、で、それを動物に当てはめるときに、 あの、一回動物園、なんか上の動物園ってさ、なんかわかんないですけど、動物園に行って、動物、えー、がこれにふさわしいかをずっと、あの、えー、何年かかけて、あの、なんですか、ロジック化したんですよ、その <laughs>、えー。<laughs> で、それが結構、なんか、ある、まあ、ある出版社が、 ン、うん、にしたところ大ヒットしたって言ってからバンって拡散したのが動物占いですあ20年以上前だと思うんですけど。ですよね、すごい、ねはい、流行ったときありますよね。そうなんですよでも意外と当たってるじゃないですか。当たってる、はい。だから、そう、本当は深い意味があるんですよ。 めちゃくちゃ深い意味があるんで、だ、まあ、から僕はあれですね、もう最近、血液型とかはあんまり血,血液型で人を判断するとかなくて、まず大体で生年月日で動物を見る,<あ>見るっていうところから、いやらしいかもしれないですけど <laughs>、<laughs> <laughs> この人、オオカミなんだって思いながら見てます。いいつつ噛噛みみられるのかかななとか思いながら見てますすくんですか つ作ってはオオカ,やオオカミは一人遊びが好きなんですよ。<ー>例えば子供で例えるとですけど、はい、オオカミにじゃあ一緒に遊ぼうよっていうのはもうやめたほうがいいですよ。オオカミは一人で遊ぶんですよ、とにかく。はいはい。ういうペースで遊ぶんで、オオカミに何かこう指示を出したりしちゃいけないんですよ、そういう。うんただ逆にその羊とか、はい、まあ要はムーンと言われるタヌキも小鹿も黒いもなんですけど、本当はい、はい、に遊びたがるんですよ。へえ。ー。 かわいい。群れたがるんですか。そう、群れたがるんです。うん。寂しがり屋の特徴があるんで。えー、面白い。面白いですね。ね、でも本当にそれ生年月日と生まれた時間とかですよね。そう,そうです、そうです。別になるのは。正確にあの出てきますね、これ結構。うん、そう、うん。すごい。だから生まれた時って大事なんですね。生まれた時は一応大事ですね。あの脳波がこう切り替わるんですよね。 これもちゃんと,、えー、とエビデンスがもう出てて論文化されてるんですけど、はいはい、例えば誕生日に、えーとうん、僕の誕生日9月19日の3時15分に生まれてるんですけど、午前。はい、この3時15分になったら脳波が逆回転になるんです。もうピタッて止まってこう。え、毎年ってことですかあそうです、そうです。だからすごい大事で。えー、逆回転になるか分かんないですか切り替わるぞ脳波が。 脳波うん、うん、についてちょっと詳しくは知らないですけど、なんか変わるんですよ、とにかく。<laughs> えー、その時になるとへ、はい、えー、不思議。体は覚えてるんですね。体が覚えてるっていうか、まあ、要はその人間ってこうあのお母さんから出てくるわけじゃないですか。で、その最初は水中動物なんですよ、人間も。る中入ってるんで,<ー>でそこから えっと、陸上動物になる,、うん、なる瞬間が生まれた瞬間じゃないですか。ああ、そういう意味ですね。全部、全臓器が動き出すんで、はいはい、それが誕生日なんですごい大事,なで大事なんです。まあ、それ、深く言うと、本当、その,その時の地球と,、えっと、月と地球と太陽の関係、位置関係によるんですけど、<laughs> それによって導かれるのが、そのあの振り返ると、その始皇帝が作った帝王学っていうところなんですね。 なるほどですはい、はい、でそこから、その地中生命とか、今っていう占いとかできてて、まあ、動物占いはそれを面白おかしくやってるのが動物占いっていう感じです。うんうんうん、分かりやすく、可愛らしくしてますもんね、まあ。そうじゃないよっていう人も、今この話を聞いているかもしれないですけど、そうじゃないよっていう人は、もうそうじゃないよでいいんです、もうそれはそれなんで。<laughs> 否定しようがないし、もういいんです、それはそれで。 はいはいはい。私はすけどね私は星占い好きなんでね、星読みは好きなので、それもね生まれた時の位置関係ですもんね、月の位置関係、ね、の位置関係、月の位置関係って見ていくので。うん、でも星占いに関しては多分先生術なんで、その多分こ、あの、何ですか、帝王学とは多分違うそのすよね、ヨーロッパの方のどっちか。<laughs> まあ、あの西洋医学と東洋医学があるような感じですよね。多分まあまりちょっとそこの詳しくは分かんないですけど、多分その星占いはそういうふうに、どっちかと欧米、欧米っていうか、まあ、ヨーロッパ発っていうのがよく気がしますね、うんうんうん。そうですね。えーまあいずれにしろ生まれた時って大事です、ね。めちゃくちゃ大事だと思いますね。うんだからあれですよね、昔は帝王切開でわざとそこそこを狙って、 あ,あ、そうそうそう,そうです。うん、そう,う,です、ね、うん、すごーい。ぜひ皆さんも動物占い調べてみてください。うん、そうですね。動物占いもいろいろちょっと枝葉があるんで、うんあの、そうなんです。まあ、大元は一つだったんですけどね。いろいろあって。いろいろはちょっと事情があるんで言えないですけど。うん、おうん。まあ、いいですけど。<laughs> <laughs> あの、決して僕が作ったわけじゃないですけど。<laughs> <laughs> 作ったかのように言ってますけどあこれ羊の特徴です何で自分がやったかのようにこうなんですかね伝達できるっていうねこれがもう羊の特徴です <laughs>、はい、ちなみにあのレールはピースっていうね平和主義の,あのピースはいはいはいレールはなかなかあのなんですかね耳慣れないですよね ただレールとそのなん見方によるとその本質っていう例えば羊だったら羊の本質があってであとリズムだったらいプラスっていうリズムがあるんですよね。うん、プラスレールがあってでその一つの,その本質の後に表面と意思と希望っていうのがまた分かれるんですよ。4つ,4つに分かれるで,、はい、でそれを全部バーってこう何ん,んですかね、はい、トレーニングしていくとそれが何うんですか 3D じゃないけどこうやって。 あの二次元じゃなくて、立体的に、まあ。そうそう、立体的な感じで見えてくるですね。そういうふうに見えてくると、結構すごいなってなるっていうか、はい、スキルだなと思います。えぇ、ー、面白い。うん。うん、うん、まあ、でも、いずれにしても、低音楽なんで。あ、低音楽統計学なんで。うんうんうん。はい、すごいですよね。面白い。うん今日は、 なんか,んなか動物のね。ははいい。動物の講座を開いてるわけじゃないですけど。面白いですよ、動物いや面白いですね。分かりやすいですね。もう。うん。分かりやすいし、なんかあんまりなんか罪がないし、なんかストレスがないしって感じうんうんうん。そうですね。うんなんなか特徴捉えてるし。はいうんなんかどの動物も。 なんですか嬉しいじゃないですか <laughs> <何>で <laughs> 自分が何であろうと。う面白い,、はい。猿はめちゃめちゃ節約するし。そうなんですね。そうなんです。無駄が大嫌いな猿は。へえ、ー、そうなんだ。猿はでも、ちょっとひょうきんみたいな感じなんですかね。 猿はひょうきんっていう,うんとです、ね、その一般的な猿のイメージはちょっと多分違うんですよ。<laughs> 結構やっぱき猿の、あのー、表面に猿持ってる人って結構イケメンが多かったり、割と女性でいうときれい,いな人が多いんですよ。<ー>キャッキャキャキャ言ってるっていうか、まあそうですね、お調子者ではありますね。あのすごいなんか営業得意なんですね。<ー>はいまあ、ただそんな深くはないですよ、猿の話。 ただ、その取っかかりがうまいと思います。えー、す面白い。なるほどですね。ちょっとじゃあ、今日う、今日皆さん、ぜひぜひ、ご自分の動物調べて、ね、楽しんでみてください。まあ、とりあえず、ペガサスの人が聞いてたら、とりあえず、羽はちょっとしまってもらって、地に足つけてもらってですか たぬきは横にこう置物みたいに今飾られてると思うの <laughs> 一声かけてもらって。い,いいですね。はい、そうですで黒ひょうちょっと待っといてくださいってあの、ちょっと先行かないでねっていう。<laughs> はい、で、トラさんあの、一応これ24分で終わりますっていう <laughs>。<laughs> 全体像をちょっと把握させていただきたいので。怖、はい。怖い <laughs>。 もう失敗ない,よっていう <laughs> そして羊にはちょっと相談事があるんだよっていうあ羊の特徴で羊に声かけるときのもう必須の言葉<れ>最,最高の言葉があって、はい、相談事があるんですけどえ何何ってめっちゃ乗ってきますからね <laughs> 羊もうこれ,これはもう本当に羊絶対言ってほしいです相談事があるんだけど何何って言いますオオカミにそれ言ってもダメなんですオオカミはダメなんです <laughs> 面白い,いや逆に最高の褒め言葉であって、はい、なんかもうあなたみたいに変わってる人に今まで一度も会ったことないとかなんかそういう変わったとかおオンリーワンが好きなんですよオ,オオカミって何、はい、か,かその人と一緒が嫌なんですよオオカミってなるほど、ね、一緒にくれるのが嫌なんでするほど、ね、だから いやーもう本当、人生初だわ、あなたみたいな変わった人みたいな。これも最高の褒め言葉なんですよ。ええー。言い方にはよると思うんですけど。うん、はい。うん、そんな感じであすち。ちと、虎にサプライズはやっちゃダメとかね。え、なんでえ、<laughs> なんかあの、感動とかサプライズとかいらないですよ。なんか <laughs>、え、そう <laughs> あ,あと、もっと,と猿もいまいちかな。なんか、猿は恥ずかしがりやなんで、そういう、うなんか緊張感とか嫌なんで、あ<ー>笑っちゃうんですよ、その。 なんか、なんていうんですか、恥ずかしいです。だから、その、うんと、ブリッコとか、なんていうんですか、そういうウィンクしたりとか、<ー>そういうなんか、そういう、あと、かっこつけの言葉とかが猿は苦手なんです。苦手とか、できないです。恥ずかしいから。えぇ、ー、そうなんだ。笑っちゃうんです。えー、<laughs> なんかこう、はい、まぁ、あ右っていう、右の出る前に笑っちゃうのが猿です。あの緊張感の中。<laughs> <laughs> 面白い。あと、仲間先生の話が止まらないですか <laughs> そうそうお時間となりました <laughs>、はい。皆様、この番組は毎週日曜夜8時から放送しております。ぜひまた来週もご視聴いただけると嬉しいです。今日もありがとうございました。<laughs> ちなみにですね、あのうん、電車に向かって子供がわーって叫んでるの大体チーターです。チーター <laughs> <laughs> あ,のあと、チーターもターって直しちゃいけないので、チーターっていうのが本当の動物の,の基本です。へわか,、ねえー、かりました。はい。じゃあ、<laughs> チーターさん、おやすみなさい。<laughs> <laughs> おやすみなさい。おやすみなさい。